はい、こんにちは、天馬でございます。今日の説明はですね、iOS12 の説明になります。前までですね、 iOS11 の時点ではマルチタスクといってですね、こうやって上に上げることで何か表示されるのかなと思ったら、なんていうの、一緒にコントロールパネルも出てきとったんですけど、それがなくなってしまいましたということで、コントロールパネルは右上から引っ張り下ろしてくるという形でやるしかないですねって言ってね、下手くそな、ということで切ってみても切れなかったじゃないですか。これ Bluetooth もですね、 Bluetooth つけました。でむっちゃ個人的に気になると、今 Bluetooth つけよったんですけど、上に Bluetooth の表示出ないんです。ちょっとこれむっちゃ個人的に気になってます。 iOS 12ね、使い始めてついてるかついてへんか、いちいちねコントロールセンター見なきゃいけないんですよ。んで、まあ、iOS 11からそうなんですけどね、12もそうなんですけど、ここでね切るでしょ、Wi-Fi、Bluetooth 切ってね、見てみます。Wi-Fi も Bluetooth もついとるやないかいという話なんですよ。なんじゃこいっていうね、これもう iOS11 の時点からそうやったんですけどね。ふざけんないう話ですよね。まあ、意味もないんで言っておきましょう。ふざけんないう話です。ですが、ちょっとこれね、どうも新しく iOS12 からこれを解決してくれるソフトが出たそうなので、ちょっとやってみたいと思います。はい、ということで、やる方法を今から紹介します。Wi-Fi を一気にオフにする方法をね、今から紹介します。ここ右下にね、ショートカットというアプリあります。これ App Store からダウンロードして入れていただけたらと思います。そしたら今 Wi-Fi オフっていうショートカットも作っておきました。で、今度は Bluetooth をここで一気にオフにしたいと思うんで、Bluetooth 一気にオフにするために Bluetooth オフのショートカットを作りたいと思います。そしたらね、こうやって画面が出てきたので、このあたりで Bluetooth と入れてみましょう。そしたら、はい、出てきました。Bluetooth を設定、はい、出てきましたね。で、これを、まあ、Bluetooth を切るという設定になっているので、これで、まあ、いいでしょう。ということでオフにしました。あったで、まあこんな風にアイコンとか選べるんですけども、まあ、こうやって Bluetooth だから青にしよう。これで Bluetooth オフというふうに名前を設定しましょうね。はい、これで完璧です。Wi-Fi の方もね、なんか色気持ち悪いんで変えましょうか。ということで、はい。これで Wi-Fi と Bluetooth をオフにするコマンドを作りました。試しにですね、まあ、こっからだけでも、試しにやってみましょう。まずは Wi-Fi をオンにしました。そしたらね、Wi-Fi 右上で出来がつくと思います。なんで、まあ、Bluetooth もオフ。Wi-Fi もボタンを押してオフにします。上の表示見たら分かるとは思いますが、Wi-Fi 接続が解除されました。ちゃんと設定の方でもしっかり、切り、オフっていう風に、接続解除の手オフにできていることが確認できました。はい、それじゃあですね、まあ、早速はオフにするコマンドまでは作れたことは確認できたんですけども、いちいちですね、この前まではこのコントロールセンターからね、これで切れてたのに、いちいち、アプリを開いて切る必要があります。現状ではね、これってアホらしいですよねってことなんで、それを変えましょうということで、設定の方をしていきますね。そうなった場合、ウィジェットに入りますね。こうやって入りました。そしたら、ウィジェットを追加ってなると、ま、いろいろこうあります。LINE だとか、LINE Pay だとか、いろいろこう出てますので、ショートカットですね。これを追加してあげましょう。んで、結構上でよく使うんで、このショートカットを、ま、リマイン、この辺まで上に上げておきましょうか。はい、これで OK です。そしたら、ウィジェット、ショートカットが出てきましたので、じゃあ、ね、
Wi-Fi と Bluetooth オンにして、あら、ウィジェットを見つけましたね。ショートカットを素早く執行するにはここへ戻ってきてください。おっ、ということで今 Wi-Fi がオンになってるけど、はい、 Wi-Fi オフ、はい、 Bluetooth オフ、これで表示することができて、こうすることで、はい、確かに Wi-Fi と Bluetooth はさっきオンにしたけどもう一度オフにできましたということです。こんな感じですということなので、これからはね、もう Wi-Fi を、つけました、 Bluetooth もつけました、これで音楽今聴いてます、聴き終わって今から寝たり、作業するんで Wi-Fi と Bluetooth 切りたいです、そういうこと絶対あるかと思います。まあ iPhone でも一緒なんですけども、そういうと、いや、もう設定したのであとは簡単、はい、 Wi-Fi オフ、 Bluetooth オフ、押すだけで切れます、押すだけで切れます。いいですか、これもうこれ手放せないと思います。皆さんもぜひやってみていただけたらと思います。個人的にね、iOS12 日付が左上に行っちゃって、日付っていうか時間が左上に行っちゃって日付まで出んのすごいなって思います。でも Bluetooth の表示出ないのちょっと残念です。はい、ということで動画は以上です。超ありがとうございました。 iPhone でも同じように操作できるので iPhone 編の動画もね、撮れたらまた上げたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。